千玉にロックで恩返しっていう曲を今日聴かせてもらいましたが、僕らはラストでこの曲のロックをやる。憧れだった僕は深夜放送が友達で、語りかけるディスクジョッキーの言葉に耳を傾けていた。親父はテレビを見ていた。僕はちっちゃなトランジスタラジオを抱えて、狭い部屋で夜が明けるまで言葉噛みしめて